バーニー、出てこい。いい加減にしろ。逃げられんぞ。ヘイデー、詫びで頭を打ってやる。それとも転化するまで苦しむか。どうする。死ぬのはお前だ、バーニー。バーニー、殺さずに止めるだけのはずでしょう。武器をよこしてこっちに渡しなさい。ソフィー、分かった。助けてもらっといてこれか。裏切りには死を。アイトールの手先だったなんてね。手先じゃない、自分のためにやってる。この戦いに中立なんてない。私たちは生きるために戦ってる。水なしじゃバザールは一月も持たない。なのに PK は何もしない。母の時のように私たちが死ぬのを見てるだけ。連中の一味ならバザールのことなんて考えてないんでしょ。あなたを生かしておく理由なんてある。ソフィー、撃て、早く。俺たちは助け合える。誰がルーカスを殺した。俺たちだと思ってる。ソフィー、教えてくれ。あんたがやったのか。まさか。ソフィー、ダメだ。なぜ犯人を気にするの。アイトールは何か約束を。あんたじゃないなら誰が殺した。さあ、私の仲間じゃないことは確か。犯人が分かったら教えてくれ。ぜひハグしたい。ルーカスは死んで当然、遅すぎたくらいだ。あんな奴殺すまでもない。 PK ごと追い出す計画があるもの。アイトールはセンターへ通すと約束した。だから協力を。信じたの、あいつの言うことを。俺を殺そうとはしてない。向こうは裏切られてないしね。こういうのはどう。水の確保を手伝うなら私がセントラルループに連れてく。まず俺は裏切ってなんかない。事件の調査に協力してるだけだ。で、その話だが、 PK が管理する唯一の道のことか。別の方法がある。もう一度信用するとでも思うか。お互い様よ。こっちは PK に協力してるって仮説を立てただけ。この状況じゃ慎重にならざるを得ない。あんたは俺を殺そうとした。仲間にかけて、バーディ、スージー、ローガン、ラルフ、ヘルマンにも必ずセンターに案内する。やってくれる。やるよ。作戦は。ジャックとジョーが逃げた。ついに給水塔を取り戻すチャンスが来たんだ。アイトールより先にな。 PK に対処できたらすぐセントラルループに行かせてあげる。まずは水の確保が先。塔はどう上がる。ウィンチがいるけど、ジョーの部下に封鎖された。だからあなたに頼んでるの。登れってことか。うまくいけば大勢が救われる。恩は必ず返す。仲間になれるなんて思うんじゃねえぞ。ヘイデン、状況は。盗賊連中は給水塔にいない。逃げたようだ。ソフィーは水を取り戻すのを手伝えば、セントラルループへの別ルートを教えるって。いいぞ。あの女はここ育ちで、町のことはタクシー運転手より知り尽くしてる。ジョーには気をつけろよ、エイデン。バカだけど危険な奴だ。あっさり逃げるとは思えん。忘れられない花火大会をプレゼントしてやる。くたばれ。誰にも水はやられ。殺されるに決まってる。バザールのクソか PK かは知らねえが、降りた瞬間に襲われて俺たちはおしまいだ。クソ、俺たちの負けだ。ああ、全員とは戦えない。だから花火をかましてやんなよ。誰も生きて返さねえ。ジョー、俺は死にたくないんだよ。おい、誰だ。止まれ。こっちに来たら塔を吹っ飛ばすぞ。
爆弾は見つけた。話し合おう。うるせえ。何が話だ。ここを吹っ飛ばしてやる。聞け、もう終わりだ。こんなこと終わりにして無事に町を出たい。協力すれば手を貸してやる。騙されるなよジャック。誰も俺たちを生きて返しやくれねえ。なあ、俺は流浪人だ。さあ吹っ飛ばしてやろうぜ。やってみろ。できないだろうが。ジャック、奴の話を聞くな。もう終わりだ。全部ぶっ飛ばせ。もうわからない。怖い。待て、ジョー。こいつ最近バザールに現れたっていう流浪人じゃ。かもな。でこいつが流浪人だったら何だってんだい。わからねえか。流浪人なら町の外に逃がしてくれるかもしれない。安全な場所にな。信用できねえな。お前は誰も信用しないだろ。チャンスがあるうちにバーニーと仲良くしろって言ったのに。たまには言うこと聞けよ。バーニーと仲良く？何のためだ。奴をバザールから追い出すためだ。 PK の情報を元にな。奴には警告と逃げるチャンスをやったんだがな。うまくやれるとでも思ったんだろうよ。バーニーに警告？何を。まあルーカスに武器使用その他の容疑でしょっぴかれるぞってさ。ずっと罠を張ってた。おとなしく逃げときゃいいものを小賢しく立ち回ろうとするからだ。バーニーは狙われてるのを知ってたのか。あのバカはオールドビルドで戦争する気だった。戦争なんて一番役に立たない。金とクリスタルは別だがな。だからあの狂犬と姉貴を始末しようとしたんだよ。で流浪人よ、本当に俺たちを町から逃がせるのか。落ち着けジョー。落ち着いていられるかよ。町から逃がしてくれ。一番近くて安全なところに。誰も死ななくて済む。町からは出してやれる。だがその前に用事がある。どっかに隠れて待ってろ。奴らに見つからねえよな。運が良ければな。ジャック、嘘だぞ。他に手はねえ。くそ、気に入らねえな。だがいいだろう。タンゴモーテルの近くのトンネルで待つ。そこに着いたら合図を送る。いい選択だ。さあ起爆装置を渡せジャック。エイデン、どこにいる。ジャックとジョーはバーニーにルーカスの狙いを警告してた。罠と知りつつバーニーは飛び込み、その時ルーカスが殺された。封鎖してくれたな。バーニーの相手のタンゴモーテルを調べよう。聞いてないのか。安全を確かめとく。エイデン、急げ、誰か来た。クソ。そこを出るんだ、早く。何かあるぞ。なんだ一体。うわ、これは人間の皮膚だ。ホーコン、ルーカスから剥いだタトゥーがあった。あのイカレ野郎。何？な、吐きそうだ。行け、アイトールに伝える。なぜ姉貴の持ち物を調べてる。ルーロー人がここの家政婦やってたとはな。お前がやったんだな。何のことだ。違う。ルーカスの一部を記念に残してるのか。うるせえ。いい推理だが俺のじゃねえ。もうい、殺してやる、殺してやる。俺たちを見捨てるんだろ。どういうことなの。正気？いや、奴にはめられた。この流浪人がはめやがった。この子は何を言ってるの。証拠を見つけた。あんたの持ち物の中にな。証拠？何の証拠。ルーカスの腕から切り取ったタトゥー。剥いだのは殺した後か、それとも前か。本気で言ってるの。
私はやってない。あんたじゃなくてもイカれた弟が。バーニーはサイコじゃない。私たちはルーカスの死とは無関係よ。アイトールのとこ行く。証拠を欲しがってる。私たちじゃない。バザールみんなの信頼を失ってもいいの？なら、なんで切り取った皮膚がここにある？誰かが濡れ衣を着せようとしたって可能性は。誰が？何のために？真犯人から目をそらすためよ。ルーカスが殺されて一番得をしたのは誰？一番得したやつ？あなたが簡単に忍び込めたんだから、その前に誰かが証拠を置いていくこともできた。それでもいい。続きはアイトールとやってくれ。待って、お願い。アイトールは真実になんか興味ない。真犯人だってどうでもいいのよ。あいつはバザールを攻撃する理由が欲しいだけ。その戦争に俺は関係ない。そうね。でもその手は血で汚れる。無実の人々の血で。これは罠よ。頭が切れる誰かのね。私たちはルーカスの皮を剥ぐほど残酷じゃない。知ってるでしょ？ PK を排除したがってることは知ってる。ええ、もちろん排除してやる。でも私たち、サイコや暗殺者じゃない。エイデン、信じて、お願い。これは罠よ。セントラルループに行く手助けをする。約束する。方法は？この土地で最も大きな問題を排除する。PK よ。危険そうだな。私たち長い間計画を練ってきたの。準備ができたら全部教える。無線を離さないで。変化を起こす時が来たのよ。こんなの無茶だ、ソフィー。武器も人員もピースキーパーの方が上だ。大軍で押し寄せてくるぞ。アイトールの方が人員は多いかもだが、こっちはホームだ。ホームだと？バカ言うな。認めない。私が率いてるうちはピースキーパーとは交戦しない。あなたはもうバザールのリーダーじゃない。何？リーダーじゃないの。今までもずっとあなたのせいで人々を失った。クリスタルも、あなた自身も死にかけた。母が望んだのは自由なバザールよ。ピースキーパーの奴隷じゃない。私はここの秩序を取り戻したいの。協力しないなら出て行って。ロジャー、ハンフリー、逮捕しろ。何をしている。こいつらはバザールを裏切る気だぞ。ロジャー、もうあなたに力はないのよ。母親のようになりたいか。その手が血で汚れるぞ、ソフィー。多くの血で。カールは正しい。まともに戦っても勝ち目はない。ソフィー、お前だから、まず連中の力を弱めるのよ。何する気だ。奴らの主要な電源を断つの。 UV ライトがなければアイトールは基地を守れない。地下鉄のトンネルを追われて武器庫から切り離される。それでどうしてセントラルループへ行ける。力が弱まればアイトールは援軍を求めて撤退する。そうしたらセントラルループに行ける。それには風車を爆破しないと。迅速にね。アイトールが私たちの計画を嗅ぎつける前に。バニー、仲間を集めて準備して。ロジャーとハンフリーは武器庫に行って戦える人間に武器を配るの。エイデンはアルベルトとヴィンセンツォのところへ計画を説明してくれる。分かった。コミュニティと自由のために力を合わせれば勝てる。お、またあれじゃないじゃろうな。ぞ、ぞ、俗物じゃ。の、なあ、アルベルト、この鎧薄すぎるって。これじゃカブトムシだぜ。ああ、ペラッペラだ。俗物め、カブトムシの殻は素晴らしく強靭じゃ。それにこいつは最高の職人技でできとる。素材も最上級の。あれじゃ。おいおい、
耳から湯気が出てるじゃんか。気をつけろ、爆発するぞ。チタンだ。スクラップヤードで手に入れたチタンで補強した。だから軽いし性能も高い。あまり父さんをからかうな。なら最初からそう言えよ。試してみよう。すまんな、ヴィンセント。いらぬ気を。別にいいよ、父さん。ああ、お前さんにぴったりのが、あのトンチキ二人。最後のチタンベスト待ってきよって。装備はいい。ソフィーの使いだ。計画に乗らせてもらう。計画？わしのか？カールのやつが賛成したんじゃな。聞いたか、ヴィンセント。カールじゃない、ソフィーだ。計画について教えてくれ。風車だ。風車を壊すんだ。ビンゴじゃ。 PK の基地に電力を供給する大きな風車をな。じゃがそれにはまず爆弾がいる。ジャックとジョーが給水塔に残していったのがあるじゃろ。ん？そいつを持ってきてくれるか、ルローニン。風車が吹っ飛べば PK 本部の UV ライトは全滅だ。そうなれば連中は感染者の餌食じゃ。ん？オールドビレドーは再び自由を取り戻すんじゃ。で、お前さんもあれじゃ、ルートを確保できるって寸法じゃ。あそこ、例の薬品まみれのとこを抜けた先、なんと言ったか。セントラルループ。そう、セントラルループじゃな。あ、なぜ PK が報復せず撤退すると。あの風車は父さんの設計だ。父さんは知り尽くしてる。あれは PK 基地唯一の電源でね。電気がなきゃ PK はオールドビレドで一晩と持たない。じゃが素早く動かんとダメじゃ。 PK に計画を嗅ぎつけられる前にな。で、やるかの。わかった、やるよ。よし、給水塔へ行け。ジャックとジョーが使おうとしてた爆弾があるはずだ。着いたら連絡してくれ。計画実行の時だ。子供に1ヶ月も会えてないんだ。別に PK は好きじゃないが、連中の機関だ。くそ、ここで何があった。何があった。PK が武器を探しに来たんだ。奴らは火炎瓶を見つけると怒り狂ってその場にいた奴を皆殺しにしやがった。俺たちははめられたんだ。誰に。アルベルト宛ての爆弾は。いくつかは発送した。最後に運び屋の報告があったのはスター広場付近で、それっきりだ。アルベルト、爆弾が消えた。スター広場で消息を絶った。行ってくる。全くだな。エイデン。なんだ。用心しろ。きっと誰かが裏切ったんじゃ。見つけてくれ、爆弾を。あれがないと計画を進められん。ベストを尽くす。待っててくれ。キーパーに襲われたのか。奴ら血眼で爆弾を探してた。誰かがチクったんだ。持ってかれたのか。さあ、急に撤退してったし。どういうことだ、爆弾は。おい、あいつら裏の広場にいたんだ。来いよ、残ってるかもだぜ。感染者が来てよかったな。慌てて逃げたから爆弾も置いてったかも。なんで持ってかなかったんだ。目の前にあるじゃねえか。アホなのかな。くそ、誰。ああ、
爆弾を見つけた。素晴らしい、よくやった。で、何ぐずぐずしとる。戻るんじゃ。すぐ向かう。売ってはくれるわ。親父さんは。おお、戻ったか。二つだけか。他は PK に取られた。クソクソクソじゃ、待てるもってクソじゃ。裏切り者のせいで計画がおじゃんになる。なんとかして早く手を打たねば。硝酸アモニウムだ。肥料があればもっと爆薬を作れる。ナイトランナーなら何でも持ってる。爆弾をもっとたくさん作るための材料もね。一人知っとるぞ。屋上暮らしの男じゃ。味方か敵かは微妙じゃが。キリアンだ、知ってる？ホーコンの友人のか。そうじゃ、キリアンじゃ。そいつの家はどう行くかと言うとじゃな。道は知ってる。エイデン、硝酸アンモニウムが手に入らねばわしらはおしまいじゃ。昼間の最高野郎。キリアン、キリアン、エイデンだ。いるのか、キリアン。ホーコンだ。昔は友情は不滅って思ってたよな。あった、アルベルト。肥料を手に入れた。ヴィンセンツォだ。ヴィンセンツォ、よく聞こえない。PK だ、襲われたんだ。声を出せない。裏切り者が僕らを撃ったんだ。ヘイデン、風車だ。父さんはそこにいる。合流してくれ。僕も後で行く。頼む、父さんに肥料を必ず届けてくれ。分かった、任せろ。早く来いよ。奴らまだ僕を身動きできないよ、エイデン。また来た。僕なしでやってくれ。父さんに会うな。無線はつけたままにしておく。俺と親父さんだけでか。無茶言うな。でもこうするしかないんだ。行ってくれ、頼む。父さんはこの計画に全てをかけてる。気づいてるだろうけど、父さんはその不器用で認めてもらえない。これはチャンスなんだ。カール、ソフィー、バザールの連中、間違ってだって教えてやるんだ。父さんの力を見せつけてやるのさ。これが終われば父さんはバザールの英雄になるんだ。でかいことがしたいってずっと言ってた。それが心配なんだよ。無線で見守ってるよ。おい、ヴィンセンツォ。おい、エイデン、エイデン。ヴィンセンツォ、よく聞こえない。なんだ、どうすればいい？肥料を持ってきた。本当に大丈夫か？もちろんじゃ、たま。もしわからんことがあったとしても、ヴィンセントに聞けばいい。
風車が通信に干渉してる。無線は使えない。なら自分で何とかする。朝飯前じゃよ。本当だろうな。説明は全部聞いた。安心しろ。やるんじゃ。わしとお前さんだけでも。こんな仕事はお茶、お茶、お茶の子。大丈夫か？言ったじゃろうが。朝飯前じゃとない。ああできた。準備はいいな。こいつを持ってヴィンセンゾが指定した場所に仕掛けてこい。爆弾の設置ね。了解。朝飯前ってやつだ。そうじゃと思う。言ったじゃろうが。朝飯前じゃとない。ああできた。聞こえた。
設置完了だ。花火の時間じゃな。お前さんがやるか。ああ、なら遠慮なく。反応しないの。風車が干渉しとるせいじゃろ。予想と違う。風車はびくともしてない。まだ回ってる。ヴィンセンツの計算が違っとった。なんとかしよう。すぐにな。やり遂げんとも。わしのミスじゃ。せがれのミスじゃない。わしのミスじゃ。何してる？次元爆弾か？ PK がここへ来る前にじゃな。お前さんにこの、なんと言ったか。この、次元、いや。もはや無線での起爆は当てにできん。干渉がひどすぎての。それで？こいつなら確実じゃ。風車を丸ごと吹っ飛ばせる。タイムリミットは？どれどれ。お、もうすぐ爆発する。急げ。でも、どこに仕掛ける？どこって、そうや、あそこじゃ。あそこって？つまり、あそこじゃ。いや、あそこの、あそこじゃ。風車のど真ん中か？わしだって言おうと思えば最後まで言えるわい。おせっかいめ。どこのことだ。発電機か。違う、そこじゃない。羽の真ん中じゃよ。てっぺんまで登って回転軸に設置するんじゃ。一番上まで。本気かよ。爆弾はもう起動しとる。エイデン、冗談など言っとる暇なかろう。Vision!
アルベルト、エデン、ピーキーだ。今行く。このクソどもがアルベルトに何をした。念願のドカーンじゃ。お前さ、よくやってくれた。大した玉じゃわい。俺とあんた二人でやったんだ。あんたがいなきゃ風車は壊せなかった。あん時の花火みたいじゃったよ。あれは90何年じゃったかの。ちょうど、ああ、まったく、わしも年を取った。まだまだ長生きできる。くだらん嘘はよせ、エイデン。わしもそこまでもろくしとらん。手伝ってくれてありがとう。わしが周りにどう思われとったかは知っとる。そりゃ決まっとるじゃろ。みんなに言っといてくれ。成功したのはヴィンセンゾのおかげじゃって。いいな。アルベルトのおかげだ。いや、ヴィンセンゾのおかげじゃ。いいな。みんなせがれを笑う。わしのせいでな。じゃがわしらはやり遂げた。もう笑われることもない。代わりにこう言うじゃろう。あいつの親父はただの変人じゃなかった。ましてや出来損ないなんかじゃ決してない。ピースキーパーを風車から撤退させた、そのせがれじゃとな。約束してくれ。わかった。なんだ。あれにせがれに伝えてくれ。ああ、わかった。伝えるよ。誇りに思っとったと。一度も言ってやれんかったが、ずっと自慢の息子じゃったとな。必ず伝える。約束する。まだだ。やり残したことがある。何言ってんだ。今がチャンスだろうが。今ならセンターに行ける。誰にも気づかれずにな。アルベルトから息子への伝言を預かってるんだ。何がしたいんだよ。慈善事業でも始めたってのか。ホーコン、アルベルトは死んだ。遺言なんだ。なるほど。けど地下鉄は空っぽだ。こんなチャンスは二度とない。それでもいいのか。俺はヴィンセンツを探す。約束したんだ。ナイト気取りかよ。急げ。サラとヤナは覚えてるな。終わったらあそこに来い。生きてりゃな。裏切り者はカールだったのか。ジャック待って。
道端の記念碑に名前が刻まれるようなことになりたくないよ。まあこんなものか。全部片付いた。口ほどにもない。腰抜けの集まりだって言っただろ。俺はどうする、力送りか。気が済むまで殴ってからな。おい、チャブスだ。やられたのからしいな。他は無事だろ。アンダーソンに報告を。どこにいる。来てるはずだ、探してくる。そろそろ動きがあるといいが。始末する時間だ。まさかカールが裏切るとはね。ルローニン、俺たちを撃ったのはお前だと思ったが、カールだと。ピースキーパーの狙いはカールだった。でもあの男は爆発の直後に逃げた。上の階にも捕まってる。分かった、先に行け、俺が助ける。安心しろ、もう安全だ。ありがとう。ああソフィー、ビンセントはどこだ。エイデン、危ない。アイドルの褒美が楽しみだ。くそ。褒美もらえなくて残念だな。立てエイデン。助かった、これでアイコだ。まだ終わってない。エイデン、さあ出てきやがれ。腰抜け。降りてきて戦え。撤退しろアンダーソン、ここはバザールの庭だ。アイトールにも手を引けと伝えろ。手を引けだ。勝ってるのはこっちだ。お前はバカか。降りてきて戦え。おっと、バザールの仲間を盾代わりにするなよ。エイデン、ダメ。仲間がそこにいる。
アイトールの軍が撤退を始めたそうよ。計画は成功。ライトが消えて感染者が連中を襲い始めた。もう向こうに勝ち目はない。アイトールは部下を引っ込めた。トンネルに立てこもってる。だからまだセンターには行けない。カールは裏切った。ピースキーパーに警告したのは彼よ。血が流れるのを阻止したがってたけど、結果事態を悪化させた。でも今は私がバザールのリーダー。約束する。アイトールを倒す。そしてあなたをセントラルループに連れて行く。ソフィーがバザールのリーダーだ。ソフィーのためにPK は何人がかりでライトを元通りにすんのかな。答えはゼロだ。死んじまったら何も直せねえアルベルトが死んだバカ言うなってエイデン。たくな本当だ。風車を爆破して死んだ。なんでだよ。アルベルトがヴィンセンツの計画を実行したんだ。自分の命を犠牲にして風車を爆破した。クソったれ。アルベルトに。アルベルトに。でヴィンセンツはどこに。外よ。探してみて。ヴィンセンツァやったな。エイデン、君の父さんがついに成し遂げたんだ。親父さんから伝言を頼まれた。お前をずっと誇りに思ってた。自慢の息子だと。え、どうしてそんなこと言うんだ。父さんは亡くなった。ヴィンセンツァ、バザールのために。父さんは苦しんで。いや、満足げに笑ってたよ。全部お前のおかげだ。お前の計画を実現できたから。父さんのそばにいてくれてありがとう。大した親父さんだよ。ああ、すごい男だった。とんでもない職人さ。負け犬にしてはだろう。惨めだってよく言ってたじゃないか。アルベルトみてえな奴が他にいりゃ PK はとっくにいなくなってた。てめえ、ヴィンセントについててやれ。早く。マジですげえ仕事したな。俺たちは PK を倒し、てめえがセントラルループに行くのを助ける。てめえはもうバザールの家族だよ、兄弟。ありがとうバーニー。幸運を。気張れよ。ホーカン、どこにいる。女たちの家で待ってる。早く来いよ。センターへの道は封鎖されてる。別の考えがある。とにかくすぐ来い。時間がない。分かった、今向かう。俺たちの間に敵意があったなんて忘れちまったよ。ホーコン、やっと来たか。行くぞ。お前が来ると聞いてヤナとサラは出てった。嫌われてたみたいだな。一体どこ。ワルツのクソったれ。落ち着け。見せろ見せろ。手当てを。クソ、待て。おい、見せろ。落ち着け。大丈夫だ。それはラザルスの傷か。ルーカスをやったのか。あのナックルさえなきゃほんの数秒で仕事は終わってたはずだ。もっと強いやつかと。何言ってるんだ。この傷じゃ言い訳できねえだろ。それでタトゥーを剥いでバーニーのせいに。ワルツが殺せと命じた。ワルツに雇われてたのか、このクソ野郎。分かってねえな。
逆らえば殺されるディランみたいに。消されてしまいだ。どうしてもここを出たいんだよ。お前には言えなかった。なぜだ。奴が俺にしたことは知ってるだろ。お前を守るためだった。もし妹のことを突き止めちまったら、ワルツはお前を殺す。奴はどこだ。くそ。ワルツはどこだ。電気自動車工場の下で会う予定だった。 GRE のトンネルだ。エイデン、俺はここで死んじまう。奴らに殺される。見捨てんのか。見殺しにすんのか。当然だと言いたいところだが。助けてくれるのか。とりあえず狙撃手を見つける。マジか。俺のために恩人だからな。片付いたらお別れだ。いや、何も。双眼鏡を使え。黙れ。偉そうな忠告はもういい。下手打っちまったな。ああ、もういいだろう。矢がビュンビュン飛んできやがる。どっか物陰に身を隠せ。もっといいアドバイスはないのかよ。死にすんのか。自業自得だろ。これでお前の追っても仕事を片付けられる。視覚と感染者どっちが早いだろうな。妹は見つけられないぞ。ワルツはお前を殺す。会えてよかったよ。黙れ。ソフィーか。セントラルループに行くのを助けてくれ。連れてってくれるはずの男がいたんだが、面倒なことになって。ハイトールの軍がしぶとい。トンネルにバリケードを張られた。力になれない。約束だったろ。落ち着いて。いい、別の道があるの。看護モーテルの近くにある丘の下の古いトンネルよ。密輸業者が使ってたの。ピースキーパーも知らない。何年も封鎖されてるけど、もし発電機を起動できればセントラルループに行けるかもしれない。おい、それを今になって言うのかよ。ごめんね、エイデン。あなたを助けたいけど、何よりバザールを救わないと。幸運を。